フランスかな、イギリスかな。小川さんはイギリス、フランス、ロシア。ブルドッグ、フランスじゃないですか。じゃあフランス行こう。わかんない。違う。わからん。答えが知りたい。ノイシュバンシュタイン城はどこにある？ノイシュバンシュタインどこだっけ？ドイツかな。ドイツかな。ドイツだった気がする。わからん。ああ。これね、知ってる。本当に？知ってる。見たでしょ。これ言ってないよかな。なんか出てなかったかこれ。あ、それはあるかもしれない。そんな感じで出てた。私どうでしょうで見た気がする。テキーラ。あ、ロどうでしょう。え、テキーラなんだろう。わかんない。サボテン？サボテンは水か。テキーラってなんで作るんだろう。知らないな。テキーラよく飲むけど。今味を思い出そうとしてる。味はって感じ。え、でもサボテン？サボテン？ひまわりの種だったらなんか可愛い。トットハム太郎も食べても飲んでも平気そう、うん、コーヒー豆？意外とかもしれないね。どっちがいい？何がいい？私でもサボテンは水でほぼできてるからないと思うの。ひまわりの種はちょっとトットハム太郎が食べてるって印象がちょっとあるから。ハム太郎がテキーラやばいね。そうだからコーヒー豆にしてほしい、うん、コーヒー豆、うん、コーヒー豆しよう、うん、なあ誰？じゃあどっち？わからん。はいはいはい、ポコポコ産むよ。産もう。はい、ジャイアントパンダの名前わかんない。ランラン。ほんと？わかんない。ホワンホワンは絶対ない。ランランしよう。ランランがいい。ポコッ。おっとっとー、かわいいパンダ。久しぶりに産んだ気がする。産んだ気がするよ、ほんとに。モアイ像はどこにある？モアイ像、はい、イースターと、ここ、イースターと。あれ、合ってるよね。あれ、変わる？ゴージャスさんですよ、ゴージャスさん。なんだっけ、イースターと。あ、あ、イースターと、ここ、イースターと。その流れをやってくれないと分かんない。確かにそうだよね。短かった。省略してしまった、すいません。あ、すげえ海の近く。ね、結構ギリギリだね。怠け者はどれくらいの間隔で糞をする？1週間に1回。お、あいつうんこしないでしょ。あ、そうなの？やっぱりね。ほんとだ。飯食わねえし、あんまりね。どこに来る？え、パンダの見えないよ。見えない見えない。どかせなのかな。なんとか木に引っかかったけど、ね、見えない。なんだ羽が。1日1個じゃないの？いや、3個ぐらい産むんじゃない？え、そんな産んじゃう？毎日1個じゃなかったっけ？そうなのか。あ、じゃあ毎日1個か。1個な気がする。おー、さすが鶏な。そうなんだ。あ、こんな孤立してしまったよ。ちょっとかわいそうな。ね、イワトビペンギンはどんな鳥？わかんない。イワトビペンギンはわかんないよ。体に岩のような模様は意味がない。黄色い飾り羽とかつけてみる。そんなのはいいと思う。かわいいと思う。飾り羽つけてみようか。おー、かわいい。かわいい。あ、ちゃんと白いとこにいる。いいね、よかった、いいね、よかった。亀の甲羅はどの部分が変化したの？骨？皮膚？でもさ、カエルじゃねえわ。亀ってさ、絶対あの甲羅取れないじゃん。じゃあ皮膚？皮膚かな。あ、骨かな。じゃあ骨だったかな。全くわからん。わかんない。カメ詳しくない、うん、最も早く泳ぐのはどれ？メカジキ。時速何百キロとかいう気がする。おお、生まれた。確かにこれ見ると速そう。速そうだね、うんうんうん、これ面白いわ、このアプリ。なんか普通に問題答えるのが楽しい、ね、え、ポコポコポコ。人工衛星スプートニク最初に乗る。あ、これね、カエル？犬？カエルだと思う。猿じゃねえの？犬か。じゃあかな。猿だと思ってた。私猿が乗ってた気がするの。ライカかな。覚えてない。深海魚シーラカンス、 じゃないか。大きそうだよ ね。え、違う。え、動物の森では結構デカめに出てたんだけどな。そう、私も動物の森の記憶では結構デカかった。あ、これが出た。メフクロウ。さすが。かわいい。これ梨みたいな顔してるの。あ、なんか動いてる動物を見たよ、なんか、ね、なんかね、かわいい。いや、一番最初のこのスズメなんかツバメも飛んでるんだよ。そうね、あ、全然動いてるよ。かわいい、はい、コンドルはどこにいる？南米じゃなかった？南米かな、私も南米とかだと思う。と思っちゃった、うん、コンドル。あ、あ、かわいくねえな、でもそんなに。いや、さっきのフクロウの感動。そうね、フクロウの感動がね。ごめんごめんって感じ。皇帝ペンギンはどこにいる？南極だよね、うん、多分。そう、皇帝、ああ、南極寒すぎて皇帝ペンギンとあともう一匹なんとかペンギンしか住めなかった気が。あー、よかった、ちゃんとね、仲間のところにね、よかったね、かわいい
カブトガニ血液は青じゃなかったっけ？え、緑じゃないの？え、わかんない。青も緑も一緒じゃねって確かに確かに。え、小川さんは何色だと思いますか？わかんない。バレたら青。よし、青いくぞ。パコッ。カブトガニ、ね、実際で見たことあります？ない。私あるの。どうだった？なんか気持ち悪かった。こんぐらいでかいやつ。マジで？キモかった。結構でかいね。なんかね、ピトピトって動いた。この鳥はどこにいる？これまた南アフリカでしょ？え、嘘、南米かなと思っちゃった。そう、南米にしよう。え、ほんといい？いいの？いいの？いいよ。アフリカかと。いや、南米か。意外とアジアにいたりする？お、すげえ。またコンゴインコ。コンゴウインコっつんだ。出てきました。あー、かわいい。乗ったね。素敵。よかった、乗るとこあって。アルマジロは丸くなる、ね。そうだね。ね、あれでしょ、ポケモンに似たのいるよね、うん、そうそう、かわいいね、いたね。そう、いたよね。砂次郎みたいな感じの名前。わかんねえ、ちげえな。はい、国際宇宙ステーションどのぐらいの大きさがある？一番でかいね、これ一番でかいの。サッカーフィールドじゃない？そう、そんなんか、大きい気がする、うん、おー、大きいよ、空に行ったよ。いや、いいね、いいね。お、もうこれで次の卵を産む手段がなくなってしまった。これ何？買っちゃおう。有料いいんですか？いいですよ。あ、でもパスワードわかんねえわ。エネルギーが欲しいんだ、我らは。そうだな。この、これは…あ、待って待って、あ、なになに？広告を見ましょう。いいですか、押します。うん、こっち。なんだ、3個しかもらえないじゃん、エネルギー。ちょっと少ないんですけど。ちょっと待ってくださいよ。くださいくださいくださいよ。いや、でもね、これいいアプリだわ。ちょっと楽しいもん。ね、そう、しかもサクサク答えられるよね。うんうんうん。なんか集めたのが目に見えてわかるから、ちょっと嬉しくなっちゃう。そうそうそう。あ、この問題やったなみたいなね。そうそうそう。ありますね。かわいいんだよな。はい。ファイナルファンタジーはね、うん、もう今、すごいから。チョコボね。走ってたね。私、初めてチョコボやった時、不思議なダンジョンだったから、うんうんうん、そのFF のチョコボ見た時、ちょっと衝撃受けちゃったもん。うわ、リアルだみたいな。ああ。ちょっと悲しなったよね。1、2、3、 OK。 もうエネルギーがなくなってしまう。ゾウはどんな動物？え、あ、これあれだよ。足で遠くの音を聞くことができるんじゃない？え、本当？なんか足すごい発達してるんでしょ、うん、あの人。へー、確かそうですよね。おー、かわいい。ゾウ、あ、でかい。でかいね。星占いで7月後半から8月生まれ。獅子座じゃなかった？私も獅子座だと思う。親戚が8月3日で7月、うん、あ、じゃあ獅子座。今何が出てきたか分かんなかった一瞬。星座ね。星座出てきた。あー、あー、おしゃれー。いいな、いいね、おしゃれー。え、キモい。お、3億いく。 OK よ。そうだ、いっぱい産むのに全然子供にならないやつだよね。そう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 。マンボウ、すごい、気持ち悪いよ、このさ、マンボウ。はい、ということで、これまた産みましょう。1、2、はいはいはい。あ、間違えた。魚の中で最も大きい種類はホオジロザメだよね。うん、素早い回答。ええ、あ、ジンベエザメじゃない？え、ジンベエザメだっけ？ジンベエザメの方か。なんだ、ホオジロか。なんか間違っちゃった。間違っちゃった。ホオジロかと思った。さあ、フラミンゴの体なぜ赤い？これ赤いもを食べるからでしょ。うん、私もそうだと思った。赤い汗をかくのはね、うん、あれだよ、カバだよ。あ、そうなの？ピンクの汗か。へぇ、知らなんだ。知らなんだ。うん、そうらしいっすよ。へぇ、ヨーロッパにある TGV はフランスじゃなかったかな、これ。そうなんすか。多分。おぉ、かっこいい。なに、海の中でも歌いてか。いやいや、あれだよ、新幹線的な。ヨーロッパ博士になりましたよ。もう全世界回ってんじゃん、この鉄道。やばいでしょ。かっこいい。やばいよ、規模が。ホロホロ鳥はどこにいる？ホロホロ皿皿？食べてるイメージ。ああ、ご飯のイメージ。え、ニュージーランド。ニュージーランド行く。ニュージーランド、ニュージーランド行く。え、まずホロホロ鳥がわからん。ミス。ホロホロ鳥って何？ホロホロ鳥、なんか美味しいイメージしかない。なんだ。雷の時の安全な場所は？車の中だよ、うん、ねえ、確か。私もそうだと。木のそばはやばくて、うん、ビルの近く。近くはビル中じゃないの？そう、中じゃないとダメか。中がいいんだよ。車はなんかゴムで吸収して、下に雷が落ちても流れる気がした。はい、あ、雷が手に入れた。かわいいな。はい、ダメダメ。あー、フクロウが死んでまうよ。フクロウ、ダメ。そしてツバメも、ツバメも、ダメダメ。あー、死んでしまいました。ダメダメ、あ、ダメだよ。高いところに落ちるからダメ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 。なんだこれ。みんな車の中入って、入ってください。はい、いや、これもういや、これもっとやりたいな。やりたいね。これもう課金で44個買いたかったね。やりたいね、うん、さ
さやさん今日も面白いアプリでしたね。面白かったですね。これすげえ面白かったもん。これ良かった。かわいいよね、なんか。私なんか自分でも普通にダウンロードしてやりたくなるよね。これほんとみんなで楽しいからやってほしい。でなんかみんなでやってワールドを見たい。そう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 。でみんなどんな風な脳内してるのかを見たいなと思いました。いいな。これ答えられなかったらだって卵がどんどんミスミスミス、ミスってなるからそっから缶のワールドできるかもしれないでしょ。すげえ悲しいわ、そんなに。辛い辛い辛い。やだなぁ。ということで皆さんぜひこちら遊んでみてください、はい、ちなみにこのねアプリを作ってる方あの以前あの毎日動画でもやったんだけど、うん、スバラシティっていうスバラシティっていうアプリをね作った方の新しいアプリなので、ちょっとね面白いと思うのでぜひぜひやってみてください、ということで皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは明日のまた7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。バイバイ。なんか可愛かったな猫。やばい可愛い。あとフクロウね、やばい、こういうやつ